もこんにちは、ゴズの趣味部屋です。はい、ということでね、まあね、サムネとかタイトルにもある通りなんですが、今日一つの荷物が届きました。その荷物がね、いやちょっと全然忘れてたんだけどね、ある、まあ、検証っていうんですかね、まあ、プレゼントキャンペーンに応募してたんですね。はい、それがね、この雑誌に載ってるやつです。はい、まあ、何かっていうとね、はい、こちらですね。はい、とどろく言葉ワンピース97巻。はい、まあ、これと連動したキャンペーンなんですが、3冊同時発売複製銀河プレゼントキャンペーンということでね、私ね、まあコミックはいつも買ってるんですね。はい、でこれがこのマガジンってやつですね、ボリューム10。はい、これとあとタイガーカラーワーク9っていうんですかね、小田栄一郎画集、こちらの2冊はね買ったことないんですよ。でもね、ちょっと応募してみようかなということで、この2つも買ってね、3冊集めて、その3冊についてる応募券をね貼って送ったんですよ。はい、で何が当たったかっていうとね、当たったんですよね、うん、だから紹介してんだよっつって。はい、まあ A コースがありまして、 A コースは、2000名に当たる、応募券は1枚、第974話いざ鬼ヶ島、一色複製剣が見開き1ページ。はい。まあこのね、うん、いいシーンですね。はい。で、B コース2000名、応募券2枚、第981話参戦、扉へカラー複製剣が。はい。これはカラーですね。うん、これはいいですね。はい。で、C コース。これは1000名様、応募券3枚、第974話いざ鬼ヶ島、一色複製原画1話分17ページっていうことでね。で、 C コースに至っては、 C コース外れた方の中から1000名に A コース商品をプレゼントっていうことでね。まあ、ここで応募で外れた方はこっちにも応募 してるっていう風な感じになるんでしょうね。はい、ということでね、2、4、5で結局 A コースは3000名になるわけですよね、なので3、5、6、6000名なんですよ。結構な当たる確率じゃないかなと思ってね、応募したんですよ。で、私3冊買ってますって言いましたが、応募券が3枚なので、まあこれを3つ応募してもいいし、こっち1つにこっち1つで、こっちを1択でいくかっていうのに なりますよね、3冊だとね。はい、で私が、選んだのは、選んでね当選したのは、ダララ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 ラダンダンダダン、はい、Cコースです。Cコース一択で行きましたね。でもね、Cコースでも、外れた人の中から1000名に A コース。だから届いた時点では、Cコースに応募したけど、下手したら A コースになってる可能性もあるんですよ。はい。ということでね、実物見る前にね、ちゃんとした証拠をお見せしたいと思います。はい、こちら。はい、この度ワンピース3冊連動合計6000名プレゼントキャンペーンにご応募いただきありがとうございました。厳選な抽選の結果ご当選となりましたので、商品を発送させていただきます。応募方法に記載させていただいたところで、 C コースをご希望の場合でも、抽選の結果 A コースにご当選される場合がございますので、ご了承くださいということですね。はい、株式会社、有限会社、はい、といった感じ
の当然通知、はい、まあ今ね書いてある通り C コース応募でも A コースの可能性がある、はい、では見ていきましょう。こちらじゃじゃん、ヒット第974話いざ鬼ヶ島、まるまる1話分です。まるまる1話分当たりましたよ。やったね。いやこれはねちょっとびっくりだったね。まあ、当たるとは思ってはいないけど、まあそこそこな、自信はありましたね。結構ね検証運がいいんですよね私ね、うん、いろいろと最近当ててるんでね、はい、なので、今回はね、これをね、やっぱね届いてねこうやって当たったからにはお見せしていこうかなと思います。はい、とりあえず開封してねちょっとどんな感じかね1ページずつ、皆さんと見ていきましょう。はい、はい、ではね、開封してね、見ていきたいと思います。まずは扉へ、はい、うん、はい、はい、で次、次、はい、はい、次、次、
出すと。はい、こんな感じですね。これね、今思ったけど、ラストのページは A コースの、まあ大きいあれだね、こうなるわけだね。これはすごいな。向こう A コースはどうなんだ。これ A コースの場合は、一応ね、こんな感じで見開き1ページって書いてあるんですよね。なのでどうなんだろう。これ原寸大だとこうやって分割されるんですよね。なので2ページになっちゃうんですけど、これ A コースだとどうなんだろうね。こう合わさったやつの1ページっていうことなのかな。そこら辺 A コースの方は分かりませんけどね。何にしてもこれはすごいいいですね。いやでもね、ゾロが出てきてないいやまあでもね、これは大変嬉しいですね。こちら17枚あるんでね、これはすごい、はい、いや、いいもんが当たりましたね。ということでね、まあ、皆さんもね、結構、そういうキャンペーンとかプレゼントとかね、応募するのめんどくさいっていう人がいると思うんですよ。でもね、応募しなきゃ当たらない。なのでね、何でもいいです。もう、とりあえず1名でもいいんですよ。とりあえず応募しなきゃ始まらないんでね。その後もなんとかなるんですよ。まあね。とりあえずそんなこんなでね、まあ大丈夫とは言えないけどね、根拠のない大丈夫は言えないんですけど、はい、ということでね、いかがだったでしょうか。はい、一応ね、ネタバレの部分もあるんでね、もうあらかじめこれをお見せする前にね、テロップで、流してますけれども、まあね、もうすでにね、原作も読み終わってる人とかはまあ別にいいと思うんですが、はい、ということでね、まあこう見るとね、まあ、B コースもいいよねって思えてくるよね。扉絵カラー、カラーだからね、複製原画、これもいいと思うけどね、はい、まあでも一番当選者が少ない方が当たって、もうほんとね、ラッキーですね。はい。という感じでね、ちょっとね、自慢ではないですよ。はい。自慢じゃなくて、本当にただ単にこうね、こういうもんが当たったっていうのを皆さんにお知らせしたくてね。はい。という感じで、今日はね、この辺でお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。